私たちは今ものすごい栄えた時代でものすごい豊かだと思ってるわけですね。だけど皆さん中部地方あるいは名古屋考えたら、これから自動車どうなるんだろうか。今トヨタの指導者は大変ですよ。今までガソリンで自動車動かすのは当たり前だ、そうだけどもうこれから当たり前じゃなくなってきたね、 EV 電気の動かし方がある。そしたらそれをどういうふうにどこで作るのか。今までガソリン自動車を作った優秀なトヨタの技術者はどうしたらいいのですかってなってくるんです。栄えてた名古屋が今ものすごい苦しみの中にあるわけです。そう思ったら中国で共産主義の中国で EV 電気の自動車をどんどん作ってるわけです。早く行かないと日本は遅れてしまうで、そう思って私は東京に目をやる。そうすると今自民党の問題が起きてるわけ。なんでお金パーティーのお金をあんなふうにしてみんなわしづかみにしながらやったのよと、ちゃんと記載してたらよかったんですよ。記載してたら責められることも何もなかった。記載しないでごまかせるわって言ったんです。法律を作る政治家たちが、あるいは法律を動かす政治家たちが法律をごまかしたんです。これが今新聞でドカンドカンドカーンと思ってる。だから今までの保守系やとか改革系やとかそんな関係ないです。へえ、そんなことやってたの、ガラガラーって来たんです。そして岸田総理はそれをまとめる能力あるか、ない、ないです。だから皆さんに前お話したように5月の19日から今年ですよ、広島で G7 の先進7カ国、これはもう日本は先進7カ国に入っているという意味において大したもんやと思うとは思いません。その先進7カ国の首脳会議が広島で開かれた。5月19日から皆さん覚えていらっしゃるでしょ。それじゃ広島で開かれたってどういうことよ。岸田総理の選挙区なんです。そこで G7 開いてね、えアメリカやイギリスやドイツやそういう先進の首脳たちの中に岸田さんがおって、俺の選挙区でその G7 をやったでやーと思ったんです。広島って言うと私は何を思う。今言ったように岸田総理の選挙区だという人もあるでしょうけど、ほとんどは広島に原爆が落とされたところだとだいぶ分かってるわけです。あの一発の原爆で十数万の人が消えた。これはもう人類歴史の、言って悪いけど新しい始まりです。崩壊の始まりです。原爆は崩壊の始まりです。2発目は長崎に落ちた。その人間の上に原爆が落ちた、今言った初めてという言葉を使ったね。もちろん原爆はその前にアメリカのニューメキシコの砂漠で実験が行われました。1945年、昭和20年の7月の16日、しかし8月の6日広島で初めて原爆、人間がおるところでドカーンって町は完全に破壊されたわけです。どんだけの人間が死んだのかお互い知らんでしょう。一切原爆は落ちて十数万の人たちが焼却して殺されてしまった。写真は一切公開されないです。ものすごかったんです。それがもし公開されてたら世界をもっと、もう原爆なんかやめよう、もう大変だとなったんでしょうけど、隠すわけです。常に隠す。次に長崎、そういうことがあったんですが、そのような広島で G7 を今年5月19日から岸田総理やったわけです。なんでこれから私たちは核兵器をやめるようにやりましょうよと言わなかったんですか。僕皆さんに前お話した、肝心要は広島で G7 をやるならばもう核兵器なんかなくそうって言って真剣に岸田総理は叫ぶべきやった。しかも広島で一言もよう言わん。これが総理や、よう言わん。そういう議論になったら話がややこしくなる。愚かな話や、何のための G7 や。あなたは何もそれ思わなかったんですよ。へえ、日本で数千もやって偉い日本やな、アホです。それはアホやると怒られるけど愚かなことです。そっからザーッとしてきたでしょ。そして今の岸田総理のことを考えたら国会を要望まとめることができない。もっと怖いのは国民がそれに無関心やということや。マスコミでガン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 やるけども
何が起きたかさっぱりわからん。お前ら政治家はバカかと誰も言わない。これが日本です。だから戦後78年経って G7 というチャンスがありながら、もう日本は立ち残れない。そう言ったら怒られるかもしれませんが、立ち直れません。ずーっと落ちていくね。立ち直れないということはどういうことやということになると思いますが、昭和20年、すなわち1948年、ちゃう、1945年、昭和20年8月15日に戦争に負けた。この戦争に負けた時、やがて東京オリンピック、やがて万博が大阪であった。だから戦争で生き残った人、それを復員兵と言いますが、生きながらえて帰ってきた人たちが日本に来て何をやった？主には農業や、ね、日本で作った国産の自動車がほとんどの人材や、農業でやった。生きながらえてやっと帰ってきたという人が農業をやった。ものすごく熱く燃えてましたよ。生きて帰ってきたんだから。そして今言った昭和20年、21年、22年、昭和20年、21年、22年って何思う？名古屋は焼け野原や。今名古屋には前に言ったように立派なビルが整然と並んでる。皆さんそれは当たり前と思ってるわけです。昭和20年、昭和21年、昭和21年、22年頃の名古屋の写真見たら何もないですよ。爆撃でアメリカの B-29 が何百キロ来てブワーッと破壊したわけです。そういう貧しさの中で名古屋は復活していくんです。なんでや？それしか生きる方法がなかったから。だから燃えてたわけですよ。何もないから燃えてたんですよ。あなたは燃えてますか？日本という国が自分の祖国だ、先祖からの土地だと誇りに思ってますか？自分が食べることばっか考えてるわけです。ラーメンがどうやとか寿司がどうやとか、国家のための意欲なんかないですよ。だから滅びていってますよと言ってるんです。このぐしゃぐしゃになった時にトヨタ自動車の経営者たちはやがての日本のことを考えたんです。だから自動車を作り、いろんな製品を作っていこうという勢いが日本にあった。だからその勢いがさっき言ったオリンピック、東京オリンピックですよ、前のよ。そして大阪における万博、ここで花が開いたわけです。だから東京オリンピックって燃えるようでしたよ。だから昭和天皇があの時に開会宣言をしました。万博の時にも日本人はものすごい燃えたわけです。